選手権王者、2年連続6度目の出場、山梨県代表の山梨学院高校と、県内大会8年間負け知らず、8年連続13度目の出場、鳥取県代表の米子北高校です。正確なキックが持ち味の7番増村、低いボール、9番の加藤へセットボール、ゴールの右隅、先制点は山梨学院、やはりこの9番の加藤拓実。前半手元の時計で前半の23分というところ、今は多分気をつけたと思いますね。高いボールが来るんじゃないかなっていう、ディフェンダーがだと思ったんじゃないかなと思いますね。それ速いボールでしたから、しいです、本当に刺しただけで入りましたよね。応援、状況に応じた応援でチームを盛り立てていきたい話です。右サイドが切り込んできてゴールの前、ヘディングシュート、これもつな同点、8番の坂田道香のヘディング、前半の30分を過ぎたところ、前半のうちに追いつきました。今のね、サイドの分析は良かったですよね、はい、右サイドから切り込んでいって、最後クロス、ヘディングという場面でした。こちらです、歴史を築いている米子北高校、再びこのクロスです。おっと、キーパー狙いましたね。今キーパーはね、はい、あのファーの方にいらしたんですよね、先生が来ると思って、さあ裏に抜けたボールです。中盤の宮崎スピードがある、かわしてシュート、キーパーの頭が弾く、一本のボールいきなりゴール前、しかしキーパーズとよく止めました。繋いでいくボールを加藤にというところなんですが、そうさせていないというのが米子北の守備です。高い位置でボールを奪って前に行った、1キーパー足を伸ばす、シュート、決まった、後半の手元の時計7分というところ、11番浜田瑠衣2年生、値千金の逆転ゴール、耐え忍んでいた米子北、チャンスをものにしました。こちらのシーンです。ここで試合終了のホイッスル、鳥取県代表米子北、見事2回戦進出を果たしました。全国高校サッカー選手権大会2回戦、鳥取県代表米子北高校対宮城県代表仙台育英学園高校。あとこれチャンスだ、上一のシュート、決まった、先制ゴールは米子北、開始まだわずか3分、米子北9番上一大志、右足一閃、いやよく打ちましたね、あそこでもう一個持つかなと思いましたけど、やっぱ自分のタイミングだったんですよね、はい、先制は米子北高校、カウンターのような形になった、上一は左、その上一を越えて8番の坂田、坂田がペナルティーの中かわしてシュート、これはディフェンダーに当たってコーナーキックになります。いや今でもね、いい速攻でしたよね。9番上一大志に代わって14番梶川が入りますが、いや1回戦と違うのはこの9番の上一はしっかり先制ゴールを決めて今交代と、はい、そうですよね。さあ仙台育英、ここはシュートに行けるか、よくカバーに入っていましたキャプテン2番の三原寛太です。ここで仙台育英の10番佐藤圭太にイエローカードです。上福監督は後半に向け高さは勝負になることが分かった、これは抜けてきた、さあゴール前、梶川シュート、ここはよく詰めていましたキャプテン2番の石川拓実、一つチャンスを作った米子北、よく守った仙台育英、2番の石川拓実です。8番の坂田、これは宮江のふわっとガシャボール、バックヘッド、11番浜田のバックヘッド、ゴールキーパー仙台育英1年生佐藤文太が抑えました。さあそしてこれはカウンター、いいパスが通ってシュート、ゴールキーパーから縦パス1本、千葉タスクのシュートでした。
20番の志村も上がっています。ここは佐野海舟、さあそしてクロス上げる、ファーサイドヘディング、志村のヘッド、これは怪我をしている志村が恐れずに見事なヘディング。セカンドボール、ゴール前中入れた、落としてシュート、志村のシュートは今もディフェンダーが足を出したか。そうですよね、本当にクロスがすごいんですよ、はい、ここは足を出す、ここはホイッスルです。まあでもしょうがないですね、今のは ね、うん、石川がクロス折り返して足を出す、わずかに届かなかった。そして今ここで試合終了のホイッスル。勝ったのは鳥取県代表米子北高校。第96回全国高校サッカー選手権大会3回戦、奈良県代表一条高校対鳥取県代表米子北高校の一戦。ここもふわりと浮かしてゴール前、こぼれたところ押し込めるか、わずかに左、最後詰めていたのは14番の梶川。さあこの7番の馬場匠、サイドを切り裂くスピードスターです。シュート、そして右足、先制ゴール、最後押し込んだのは8番の坂田日佳。初戦の同点ゴールに加えてこれが今大会2ゴール目、米子北高校初のベスト8に向けて先制ゴール、坂田日佳です。さあ中井から左サイド、惜しい、最後中井のシュート、まだある、そして押し込んだ、13番石川光大のシュートはわずかにポストの左、怒涛の攻撃を見せました一条高校。さあ米子北としては2点目を奪って楽な試合展開にしたいところ。ここもいいパスが通った、佐野海舟から、さあ佐野海舟シュート、こぼれ球、ファインセーブ一条、ゴールキーパー古川、いや今は決定的なシーンでした。いやそうですね、強烈なシュートでしたけどもね、いやよく反応しましたよ。ここ14番の浦久保右へ展開、ゴール前、捜査か、なんとか駆け出しました米子北ゴールキーパー佐藤。いや今の捜査かの動き、いやそうですね、良かったですね。さあカウンターだ、米子北スペースがある、右に坂田がいる、坂田がボールを押しがっている、左にスペースが空いた、シュート決まった、追加点、16番高橋亮2年生初のベスト8をぐっと近づける貴重な追加点。これぞまさに堅守速攻米子北、ボールキープ米子北、さあ前が空いた、ゴール前、さあフリーだ、シュート打てるか、シュート決まった、決定的な3点目、19番奥石流星。米子北初のベスト8へ決定的な3点目。ここで試合終了のホイッスル、勝ったのは鳥取県代表米子北高校、見事準々決勝進出、ついに史上初のベスト8、米子北高校サッカー部の歴史に新たな1ページが刻まれました。